背面はですね、なんかちょっとこうプリズムっぽいような感じの光り方をする、仕上げになってます。なんかこれ画面見ると分かると思うんですけど、なんか Chromebook に近いですよね、非常にね。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、モトローラの新しいスマートフォン、Moto G100 ですね、紹介したいと思います。ミドルレンジよりもちょっと上ぐらい、ハイエンドよりちょい下ぐらいですかね。まあ、ハイエンドと言ってもいいかもしれませんけれども、価格は税込みで5万円台後半となってますけれども、最近ですね、この価格帯の SIM ロックフリーのスマートフォンってちょっと薄くなってましたよね、ラインナップが。まあ、ファーウェイ出してるんですけれども、まあ、Google に対応してないので若干買いづらいということを考えると、 SIM ロックフリーの高性能スマホ数が減っていたので、要注目モデルと言えるのではないでしょうか。はい、ということでですね、Moto G100 をレビューしていきたいと思います。気になる価格はですね、まあ、Moto ストア直販ですね。で、58,800円。ただしこれ税込みなので、まあ、本体は5万円台前半ぐらいですね、ということになります。はい、では早速箱を開けていきますが、これまあケースよくありますよね。この柔らかいケースがついています。で、まあ、本体もちろん後で紹介しますけれども、あと他にですね、付属しているのが、専用の充電器ですね。それからケーブルで、イヤホンついて、最近ちょっとイヤホンついてるのが高性能モデルでは珍しいですよね。まあ、イヤホンついてること自体も珍しいんですけれども、イヤホンジャックがあるのも非常に嬉しいという方多いのではないでしょうか。音にこだわる方ですね。で、充電器は、これも先に説明しちゃいますが、20ワットの専用品です。で、タイプ C、タイプ A 接続で、まあ、急速充電できるんですが、まあ、個人的にはですね、これがちょっと残念で、やっぱり PD で急速充電できるように、まあ、共通規格はせっかくね、定められているのでしてほしいなというふうに若干思いました。やっぱりこれ、充電器2個3個欲しいとなったら、専用品買わないと急速充電できないっていうのはちょっと残念だなと思いました。はい、ということでですね、こちらが Moto G100 ですね。デザインちょっと見ていきたいんですが、背面はですね、なんかちょっとこうプリズムっぽいような感じの光り方をする、仕上げになってます。手触りもですね、若干こうサラッとしてる感じですね。指紋が目立たなくてとてもいいんじゃないかなと思います。で、この辺の造形とかはですね、まあ最近よく見るタイプで、まあセンターが細くなっていって、縁が太くなる、金属のフレームを採用しています。はい、今回ですね、比較対象いくつかのモデル出そうと思うんですが、まあ左側にですね、今置いたのはですね、 Redmi Note 10 Pro です。まあ、なんでこれと比べるのっていうと、僕が持ってるからっていうのが早い話なんですが、まあ基本的にはですね、価格帯も、まあミドルの下、ミドルの上、もしくはハイエンドの下ぐらいですかね。なので、まあちょっと2万円ぐらい差があるんですが、まあそもそもレドミーノート10プロが非常にコスパモンスターと言えるものなので、まあ比較にはある程度なるのかなというところで、まあご紹介してます。で、まあ今回は、まずはですね、これディスプレイの話をしたいんですけども、これがですね、非常に特徴的なんですよ。G100 はですね、ディスプレイこれ見ると細長いのがすぐにわかると思うんですけれども、21対9なんですね。で、まあ、エクスペリアなんかのような細長いディスプレイを採用しています。6.7インチなんですね。で、手に持った感じは非常にこう細いので、手に持ちやすいです。で、こちらは、いわゆる普通のディスプレイだと、ちょっと幅があるので手に持ちづらいです。とはいえ、もちろん、情報量はこっちの方が多く表示できますよね。当然画面が広いわけですから。で、ディスプレイって、まあいつも僕言うんですけど、対角線の距離で示しますから、細長いほど画面サイズの割に面積、実面積少ないんですよ。小さくなるんですね。なので、まあこういう特徴的なディスプレイを採用してるよと。ですから、6.7インチという割には非常に持ちやすいよというのが特徴の一つになります。で、まあこの2つのモデル両方ともそうなんですけど、結構縁があります。はい、縁がないタイプですが、縁は結構残ってます。まあこの価格帯でしたら両方とも仕方がないと思うんですけども、縁はまあそれなりに残っているという形になります。で、樹脂も、横に挟んである樹脂も目立ちますが、まあ使ってしまえば気にならないかなというくらいです。ちょっと左のレドミーノート10の方が明るいと思う方が多いのではないでしょうか。明るさがだいぶ違うと思うんですが、モト G100 ですね、これディスプレイ有機 EL ではなくて液晶なんですよ。ここが最大のチェックポイントだと思っていまして、液晶が悪い有機 EL がいいというつもりはないんですね。で、ただくっきりした明るさ感は有機 EL にはかなわないですよね。で、ただ写真を見た時の自然な色合いは、
写真とか動画を見た時の自然な色合いは、液晶の方が勝ってるかなと思う方がまあ多いのではないでしょうか。まあ、どちらがいいか皆さんのご判断というところなんですが、まあ、僕的にはこのクラスはもうやっぱり有機 EL の非常に明るいディスプレイを期待するんですが、やっぱ輝度がちょっと低いですよね、比較してみると。はい、これがですねちょっと最大のウィークポイントかなと思います。でリフレッシュレートが、90Hz ということで、まあ、こっちは今120にも設定できるんですね。なのででもまあ90あれば十分かなというふうには思います。はい、まあ、ディスプレイはそういうことでちょっと皆さんのご判断によるかなというふうに思います。はい、ということで実はですね最大のちょっと注目点が性能なんですけれども、 CPU はですねスナップドラゴンの870なんですよ。800番台上位の CPU を搭載してます。でこちらはですね700番台なので比べてみるとですねやっぱり全然性能違いますよね。でちなみに最新最速と言われている888を搭載した Galaxy S21 ウルトラと比べるとこれだけ違います。はい、つまりあんまり差はないですよね。で700番台と比べると結構差がありますということで、性能はですねこれも文句なしですね。この性能だったら十分かなと思います。でしばらく使ってみましたけど熱くなる感じも888ほどはありませんでした。とはいえ機種が違うので、CPU のせいかどうかはチップですね、チップセットのせいかどうかはちょっと分かりませんけれども、まあ熱くなるという感じはありませんでした。でメモリーはですね 8GB で、ストレージは 128GB、 マイクロ SD カードにも対応しています。で最大 1TB まで増やせるというところです。はい、でバッテリーはですね 5000mAh 積んでまして、まあ十分かなと。結構僕使いましたけれども減り感はそんなになかったです。まあこのサイズでこの容量であれば十分かなと。で液晶やっぱり、まあ明るさによるんですけれどもね、僕は最大輝度にして使うことが好きなので液晶の方がバッテリーは持つような気がしています。はい、でですね指紋センサーが横についてるタイプですね。電源ボタンと同じ位置、最近のミドルレンジとか結構この位置増えてますけれども、まあ、画面内蔵とどっちが使いやすいかとか、まあ、横と後ろどっちが使いやすいかって議論はあると思うんですが、最近ちょっと横がまた増えてきてますよね。横だと、まあ、タッチしやすい、こっちの手でもこうやって使いやすいというのはありますが、まあ車などのアダプターにこうやって取り付けるとちょっと使いにくくなるということはあります。まあそこは皆さんのこう判断ですね。使い方によると思いますけれども。で、さっきもお話したようにイヤホンジャック、イヤホン端子はついてます。充電はもう今更ですけどね、タイプ C となっています。では次カメラをちょっと紹介していきたいんですが、インカメラ2個ありますよね。インカメラも広角と超広角は撮れます。で、カメラは4つ見えますけれども、これがですね、6400万画素のメインの普通のまあメイン広角カメラ、それからですね1600万画素の超広角カメラ、それから200万画素のマクロと TOF ですね、のレーザーのオートフォーカスのためのトフカメラという形になってます。まあ基本的にはトリプルカメラって言っていいかなと思いますが、見た目的には4個ありますけれどもね。まあトフをカメラというのかどうかっていう話は別にして、まあそういう構成になってます。まあちょっと比べるとまあこんな感じですよね。なんかデザインはこっちの方が今時っぽいですよね。メインのカメラ強調するのがなんか今時っぽいので、まあそこはもう見た目の問題なので、何とも言えませんが、まあ僕的にはこっちの方がデザインは好みかなと思いますけれども、カメラはそういう形になっています。はい、これ通常のカメラですね、通常の広角カメラで撮った写真を比較してみました。まあ3万円台のモデルと比べて、まあこれ、まあレドミノート10自体がカメラすごいので、まあ引き分けだと僕は思いますが、まあ十分な引き分けというか満足できる引き分けだと、普通の写真はですね。で今度は超広角ですね。これももう甲乙つけがたいですよね。ただレドミノート10の方が広角度合いが大きいですよね。広く撮れてますね。でもまあ美しさはもう文句なしですよね。で空はこっちの方が自然かなと思いますが、まあこの辺は好みの問題もあるかなと思います。で、はい、でズームなんですが、こちら8倍までなんですよ。こちら 10倍です。もちろん光学ズームではなくて、デジタルズームになりますけれども、最大がちょっとこれ比べていただけるとちょっとボケっぷりやっぱ違いますよね。こっちの方がズームは優れてるかなと思います。はい、次にですねちょっとポートレートを撮影してみました。まあこれ両方ともまあそこそこ綺麗に撮れてるかなと思います。でエッジの処理もまあどちらも合格っちゃ合格というか、そんなに差はないかなというふうに思います。背景のボケ具合ももう変わんないく綺麗ですよ。こっちの方がちょっとよりボケてるかなっていうぐらいで、まあただボケ感は調整も効きますので、まあこれも合格かなと思います。で、最大の特徴がですね、マクロなんですよ。で、これまあ通常に近づいたんですが、これは通常の
で撮った写真ですね。でこれがマクロなんですけど、まあこっちの方が実はスーパーマクロ搭載してて寄れるんですね。で大して変わんないじゃんとか、まあ色合いはこっちが僕いいと思うんですけども、まあもちろんこれディスプレイがそもそも液晶なんで、まあ見え方はこっちの方がビデオで撮るとよく見えちゃうんですが、肉眼ではこっちの方が綺麗に見える場合も多いかと思います。で、まあ、変わんないじゃんと思うかもしれませんが、実はですねマクロに秘密があるのでちょっとそれを紹介しましょう。はい、ということでですね、これマクロでちょっと撮影してみましょう。このスマホのカメラ部分をちょっとマクロで撮ってみようと思うんですが、まずマクロに切り替えれば、まあ、近くてもピント合いますよね。でこれが面白いんですけど、リングライトついてるんですよ。で今オフですよ。オンにしてみましょう。するとこの辺の暗さ感がなくなりますよね。わかります？はい、これはオフ、これオン、明るくなりましたよね。でこういうことなんです。リングライトが光って自分の影が、自分で影にならないように、上から強い、まあ今ここ撮影してるんで周囲から光が当たってるんですけど、上からだけで光が当たってる場合はこのリングライトかなり有効だと思います。でただですね、例えば10円玉を取るとしましょうか。まあ、10円玉を取るとこのようになるんですが、これリングライト当てると、はい、このようにこう光入っちゃうんですね。なのでまあですね、これは好みに合わせて使っていただければと、もちろんオンオフ簡単にできるので、まあ両方やってみてですね、お花なんかは綺麗に映ると思います。よく映る方とか周りの光の環境に合わせてこう使えるというですね。これでも面白いアイデアですよね。リングライトがつくなんてね、結構な、まあそんなに光強くないんですけども、そもそも近くで撮るのがマクロなので、まあ有効ではないかなと思います。特に屋外でお花を撮るときとかは意外に良かったりします。はい。でですね、これ G100 はですね、Ready4 という機能を積んでます。で、まあ、これですね、サムスンなんかにもある機能に近いんですけれども、ケーブル、Type-C ケーブルでですね、ディスプレイと接続します。はい。はい。で、今もこれ映りました。で今 Type-C ケーブル1本でいってますが、まあ、これディスプレイにもよって当然ですけども、電源が必要なケースもありますよね。で例えばですね、これモバイルデスクトップ選びますと、このように、はい、お得意の音が流れてますが、これをですねタッチパッドにして、今見えます、ここの辺タッチパッドにしてこうやって矢印動くんですね。で例えばこれで、はい、今クロームを開きました。これ指一本で今操作しています。で、フォトも開きました。ってな感じでですね。はい。例えば、ヤフー開きます。こんな感じで利用できます。で、まあ、ほとんどパソコンライクに使えるんですが、タッチパッドこれ、長押ししてるとドラッグできるんですよ。こんな感じで。はい。で、まあですね、パソコン並みにほぼ利用できます。で、いろんなアプリも使えますので、まあまあいいんじゃないかなと思いますが、もちろん対応し、全てのアプリが対応してるわけじゃないんですが、なんかこれ画面見ると分かると思うんですけど、なんか Chromebook に近いですよね、非常にね。でこんな使い勝手が得られると。でこの機能ですね、なんか結構もう使えちゃうんですよ。で Bluetooth でキーボードとマウスをつないだ方が、まあ、使い勝手良くなってまして、でそうするとですね、もうほぼほぼ Chromebook 並みに利用できます。これいいんじゃないかなと結構思ってまして、まあですね、これだけの CPU 性能があれば、特にストレスなく利用できるので、まあ CPU 性能を無駄にしないというか、まあこれだけ CPU が速くてもですね、ゲームとかあんまりしないと意味があんまりないと思うんですけれども、まあ、こんな機能を使いこなすとですね、非常に便利なのではないかなというふうに思います。以上、Moto G100 を紹介しました。まあもちろん安くないんですが、性能を考えたらコスパ高いですよね。皆さんどうされますか？僕もですね、まあ欲しいなと思うんですが、ちょっと最近スマホもパソコンも買いすぎてまして、予算不足で若干見送りたいと思ってるんですが、まあ MVNO とかの、まあ、キャンペーンとかで安く買えたら非常に魅力的ですよね。チャンネル登録もよろしくお願いします。